はい、諏訪川です。ここは JR 東日本郡山駅なんですが、今回紹介するのは快速会津の指定席ということでやっていきます。快速会津の指定席は今年の3月の大改正で誕生しました。今回はその列車を終点の会津若松まで乗っていきます。乗るのは10時41分発快速会津1号会津若松行きです。車両は東北地区の普通列車 E721系です。先頭には会津のヘッドマークが付けられています。この列車は E721系のため、もちろん指定席に乗らなければ普通の乗車券のみで乗車できます。こちらが指定席のところです。こちらの指定席は半室構造になっています。一瞬見た限りではちょっと特急みたいな座席なんですね。座席の正面から見た感じはこんな感じです。リクライニング機能があり、リクライニングをすることができます。テーブルを出していきましょう。テーブルは肘掛けのところにあります。そしてここから取り出すと小さいテーブルが出てきます。そしてもう一つテーブルがあります。座席の前にもテーブルがあり、こっちの方が大きいテーブルなんですが、倒すとこんな感じに重なります。こちらには会津の観光スポットなどが載っている雑誌などがあります。これは5月31日にキャンペーンが終わったんですけども、快速会津のこのプレゼントキャンペーン、指定席に乗ればこのプレゼントキャンペーンに応募することができました。指定席から見た車内はこんな感じです。こういう半室構造になっており、完璧な仕切りはありません。周りにあった追加は全部取られています。座席は柔らかく、特に枕のところが柔らかいんですね。ここで僕の思い出話っていうのをちょっと言いたかったんですけども、僕が小学生ぐらいの時かな、小学生の時に磐越西線乗ったんですけども、磐越西線というよりも上野から会津若松まで特急列車に乗りました。その特急の名前が会津、特急会津という名前で485系で臨時車として走ってたんですけども、それに乗車した記憶があります。色は会津色と言った方がいいのでしょうか。あの赤べこが書いてあって、あとは赤と黒の色だったかと思います。ちょっとそこまでは、詳しくは覚えてないんですけども、それに乗車しまして会津若松まで行きました。その列車の行き先は喜多方だったかな、喜多方まで行ったんですけども、会津若松まで観光目的で行ったと思います。そして、その列車に乗っていて磐越西線に入って、で磐越熱海とかだったかな、ちょっと忘れてしまったんですけども、その辺りで583系とすれ違いました。その時583系の運用が快速アイズライナーっていう快速列車で運用されてましたね。当時の快速アイズライナーは主に485系を中心として使われていまして、あとは583系も走っていました。今思うととても懐かしくていい思い出だなって思いました。583系はその時初めて見ました。583系を生で見たのは合計で2回で、1回目はこのアイズライナーの姿で見たのと、あとは数年後かな、
に、引退前の583系を上野で見ました。厳密に言うと上野あたりで見ました。アイズライナーは2015年3月のダイヤ改正で廃止となりました。そしてそれから5年後、2020年3月のダイヤ改正でこの E721系として改作アイズ号が誕生しました。どんどん内陸に入っていくにつれ雪が降ってきました。それにしても結構吹いてますね。横殴りに雪が降っているのが見えます。この辺ではそこまで雪は積もってないですね。こんな感じにすごいなんか横殴りに降ってますよね。結構強く降っているのが見えます。そしてちょっと進むと雪が積もっているのが見えます。郡山から会津若松までの指定席料金は530円のところ、普通の快速の指定席料金と全く変わらない料金です。もちろんこの列車は快速列車でありますので駅もどんどん通過していきます。この列車は猪苗代駅に到着です。猪苗代を出ても相変わらずこんな感じで横殴りの雪がついています。3月中旬なんですけどもまだ冬っていう感じがしますね。そしてこの列車は一時停車します。止まる理由はもちろん雪ではなく対向列車がやってくるんですね。そして対向列車の E721系がやってきました。この列車は磐梯町に到着です。ここは雪は降っていませんね。先ほどまでは吹いていましたがこの辺では雪は降っていませんね。
ということで、会津若松に着きました。いかがだったでしょうか。ご視聴ありがとうございました。